今回は回転寿司について解説していくのだ。自分で流れてくる寿司を取ることができて楽しい回転寿司だけど、どうやって誕生したのか知っているかな？誕生の経緯としては、大阪の立ち食い寿司のオーナーだった白石義明氏が始めたものになるのだ。白石氏はビール製造のベルトコンベアを見た時に、人員コストを抑えつつより効率的に提供できると考えて、コンベア旋回食事台を考案し、1958年に大阪府布施市の近鉄布施駅北口に最初の回転寿司である回る元禄寿司を開店したのだ。その後1962年にコンベア旋回食事台はコンベア漬け調理食台として商標登録されているのだ。その後西日本で好調に展開していた元禄寿司は、宮城県で展開していた平禄寿司と業務提携して、1968年には仙台にて東日本初のチェーン店をオープン。その後は全国展開をして、最盛期には200店を超えるチェーン店を展開していたみたいだぞ。また現在の回転寿司といえば、飲食スペースに職人さんも常駐している対面型と、飲食スペースと厨房が完全に分かれている非対面型があるのだ。対面型は従来から存在しているスタイルで職人さんが握るということで、比較的高価な店舗が多く存在しており、非対面型は寿司マシーンで寿司を作るので、値段が100円均一など安価なところも多いのだ。そして回転寿司といえば、サイドメニューが豊富なことでも知られているけど、実はこれも企業戦略なのだ。というのも、いわゆる回らない寿司だと客単価が高いことで商売ができるのに対して、回るお寿司だと客単価が下がってしまうというところがあるのだ。それを埋め合わせるために、ポテトや唐揚げ、そしてフルーツやプリンなどといったものをお寿司よりも高い値段で提供することで、ファミリー層にアピールして原価率を下げるとともに、団体で来る人たちで生ものがダメな人に対しての配慮も兼ね合わせているということらしいのだ。寿司屋でデザートは邪道だという人もいるけど、それは客層が違うということなのかもしれんのだ。最後に余談なのだ、回転寿司の名物といっても過言ではないコンベアは、ほぼ 100% が石川県で生産されているのだ。また対面型の寿司屋だと、コンベアの回転がほぼ時計回りなのは、カウンターに座っているお客さんが右利きの場合に取りやすくなるからということらしいのだ。また SNS によく挙げられる給茶装置、あれはもともとお茶もコンベアで回していたんだけど、お茶が倒れることが頻繁にあり危険ということから客席につけられたというものなのだ。妙にボタンが固く設定されているのは、乳幼児が間違って押したとしても火傷しないようにするための配慮ってことらしいのだ。また最近になって、寿司自体を回さず注文をしてから流すというスタイルに変更しているところも多くて、あれは感染症対策や迷惑動画を撮影するようなアホの影響だけと思う人も多いけど、実はそれ以外にも理由があるのだ。というのも、回しているとどうしても廃棄になるものが出てきてしまうので、フードロスの関係からオーダーを取ってから作る形式に変わっていったということもあるみたいなのだ。実際 70% ぐらいが注文したネタだけ食べるってデータもあるみたいなので、そういった流れになってきてるのかもしれないのだ。流れてくるネタとの出会いが楽しかった部分もあるので、流れる寿司がなくなるのはかなり物寂しい気もするのだ。今回は以上なのだ。いいねやチャンネル登録、コメントもお待ちしているのだ。ではでは、また次回。バイバイ。